皆様おはようございます。改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスでございます。今日はいよいよオートサロンを明日に控えた木曜日ということで、ここ埼玉の拠点から積載車に乗っていろいろデモカーを運んで、まあ、あとホイールとか、まあ、重機、椅子とかテーブルですね、その辺がたくさんあるんで、まあ、それは箱車があるんでそれで搬入したいと思います。なので今日1日搬入の様子をお届けしたいと思います。というわけで埼玉の拠点から搬入に向かうのは、以前動画でもご紹介させていただいたこちらのブラバス体感でございます。まあ、仕様変更はないのかな、おそらくないんだと思います。こんな感じで相変わらずむちゃくちゃ綺麗でございます。こちらのお客様はお宅にも訪問させていただいて、その様子も動画になってますので、ぜひぜひ興味のある方は見てみてください。さっきちょっと話に出てましたけども、ここのエンブレムの塗り分けがすごいという。であとはこちらの埼玉の拠点からは、テックアートの体感、実は昨日 SNS には一足先に出させてもらったんですけど、それが完成したんで、それを今日僕が多分持っていく感じになると思います。それがまあめちゃくちゃかっこいいんですよ。ぜひぜひ。まあ、今なんでないかっていうと、出面が甘いということで東京店内山店長から指摘がありまして、今前日ではあるんですけども、スペーサー入れたりとかっていう作業を今しております。であとは他にも積載車が控えてたりとか、箱車で椅子とかホイールとかたくさんあるんで、今回ホイール何本だろう、20本ぐらいじゃないかな、たくさん持っていくんで、それの箱車があったりします。というわけで今日多分夜までかかる感じになると思うんですけれども、皆さん明日のご来場お待ちしております。積んでいこうじゃ。っていうか体感完成しました。あ、車高下げといてくれたんだ、これやばい。これ実はチューナーサイズなんで、まあ、走行車高だとまあまあまあいい感じだったんですけど、今回も前回までショーモードでベタベタにしたんで、まあ、要はキャンバーついて入っちゃうと。というわけでフロント20ミリかな入れて、もうツラツラまで出しました。これすごいね。そしてリアはもっとキャンバーがついちゃって入っちゃうということなんで、25ミリか、若干20ミリでよかった気がしないでもないですけど、こんな感じで辛い位と言っときましょう。こんな感じでテックアウト体験が完成しました。これいいね。キャリパーも白で、ホイールも白で、まあ、細かい紹介に関しては現地で、まあ、機会があればちょっと動画撮りたいと思います。ちなみに、まあ、ショーの化粧板がついちゃうんですけど、ナンバーベースなんかもしっかり塗ってます。でこれ製作過程ちらっと紹介したんですけど、中も白系なんでめちゃくちゃおしゃれですね。これをこれから積みたいと思います。上がった？上がってます。はみ台になった？ちょちょちょ、一回見ていい？ですね、はみ台です。これはショーなんで、しかも自走しないんで、はい、はい、違法改造車とかそういうツッコミやめてください。ショーなんでこれ、はい。このぐらい？前車止め大丈夫かな？というわけで今幕張メッセ周辺に到着いたしました。けどこの幕張メッセ感がないのは僕が道を間違えたからです。さっきのところ曲がるんだったんだね、はい。というわけで、うわー、また道間違えた。これ何回オートサロンに来てんだって話ですよ。もう数え切れないぐらい来てるのにまた間違えました。 U ターンしなくちゃ。というわけでもう今日搬入なんで、もう全国からいろんな業者さんが来て今搬入作業をしております。だからもう幕張メッセ周辺がもう積載車とか、さっきもなんか後期の86路肩に止めてなんかいろいろやったりとか、もうだんだん様子がおかしい感じが。そして僕が好きなのはこのオートサロンっていうこのイベントがあると、なんか生まれるこの謎の一体感、なんか全然知らない人なのにこう写真撮らせてもらったりとか、
去年もなんか待機所で 2000GT 写真撮らせてもらって全然必要なんですって。そういう雰囲気はすごくいいよねやっぱりね。であの一般参加される方には全然関係ない話になるんですけど、もちろんその搬入口ってそれぞれにしかないんで、まあ、みんながそこに殺到しちゃうと中入れないんで、あのこれから一般の方の駐車場の奥側の広場で待機して、で順番が来たら順番に搬入って感じになるんで、これからそこに行って並びます。でそこはもうプチオートサロンみたいにもう本当に積載車とか自走の車とかたくさんあるんで、まあ、ちょっとうち以外の出店なんで、まあ、そんなに詳しくは取れないですけど、ふわふわっとご紹介させていただきたいと思います。とりあえずこの迷子になってる状況をなんとか、あれこれはいけるよね。うわギリギリいけた。そしてこんな感じで待機場が、あれ前回はお届けしてないのかな、この辺は。すげえな、ジムにいるな、やっぱり M 仕様のタンドロ、あ、ハイラックス、どこ、あ、ほんとだ。あ、なんか今回あれなんでしょう、キャンプアウトドアショーみたいなのもやってんだよね、北館の下だっけ。いや、ちょっと時間あったら見に来てな。でもそんなことやってる場合じゃないんだな。去年からなんか行った、ジムに多いな。いや、ジムにはもうマストでしょう。そう、この列がまた長いんだ。うちもこういうさ、黒いさ、あ、これナッツのやつなんだ。ナッツの箱さだ、すげえ。お世話になります、よろしくお願いします。あれ、さっき撮ってましたよ。撮りました、道間違えました。そうっすか。車入れられそうだったら入れちゃいたいと思います。こんな感じでパンパンなんですよ毎会場に到着して搬入が始まっております。あのお昼ご飯を食べに行ったりとかもたもたしてたらもう結構並んでるということで、明日展示する車を少しだけご紹介したいと思います。ただいま時刻は何時だろう、4時か5時ぐらい、もう夕方なんですけれども、だいたい多くのブースがこんな感じで完成してて、今回ボンドブースは、まあ、毎年同じこの鈴木さんの前、ホール7のこの鈴木さんの前でございます。でいつもと違うのは、今回は前が BMW さんということで、まあ、この辺目印に来ていただけるといいんじゃないかなと思います。そして展示車両はこんな感じで、朝持ってきた大観とブラバスの大観、ブラバスゴースト、マンソリーファントム、あ、これはダメだ、あ、もう明日だから大丈夫ですね、あ、ダメだ、やっぱり、はい、SVJ とで奥にはマンソリー2台と、あ、カウンタックも、はい、こんな感じで止まっております。そして、まあ、車に関しては、まあ、正直全部見てほしいです。なんで、まあ、興味のある車だけでもいいんですけれども、まあ、みんな全部気合を入れて作った車なんで、まあ、機会がありましたらご来場の際は全部見てみてください。そして他の見どころとしては、鈴木さん側こちらにヨーロッパチューナー系とアメダンのホイールを展示します。マンソリー、テックアートだと BC フォージドもそうだし、 MV フォージド今年から多分かなり見かける機会が多くなると思います。この辺も展示します。で MV 本当に削りがすごいんで、またなんかこうアメダン新しいステージに突入したなっていう感じのすごい削りのホイールサンプル4本展示しますんで、こっち側もう鈴木さんのすぐ脇のこっちの壁に展示しますので、ぜひ見てみてください。そしてオーサロンのニューストピックスにもなった1886のホイールも展示します。さあ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 、そしてこっち側
今展示真っ最中なんですけども、こっち側もいろいろ展示します。アナーキーとあと MV、 去年も非常にご嫁いただいた12のホイール L13、 セマーで発表された新作、あとは AG のホイールなんかもこの辺でバババッと展示します。特にこの L13 の新作、これかなりいろんな車に似合うんじゃないかなと。ランボ系でもいいと思いますし、あとは昨日岡君とちょっと話しましたけど、アルファなんかにはめても5ホールっぽいんでかっこいいよねっていう。そしてこの辺の今年から始まったのかな、フローティングタイプ の回らないタイプのセンターキャップ、そして AG もフローティングタイプ、今設備屋さんが全部設営してくれてますけども、こんな感じのフォーメーションで展示されますんで、ぜひぜひこの辺も見てみてください。入場を制限する形でブース内に立ち入りっていうのはちょっとアポがないと入れないんですけれども、まあ、一応こんな感じで展示してあって、脇からも見れますんでぜひぜひ見てみてください。そして昨日の動画ではご紹介しなかったファントムとカリナンと、そしてやってまいりましたカウンタック。これ設営中もすごい注目度で、いろんな同業他社の方が見に来てたという、こちらこれも展示いたします。そしてですね、これちょっとじゃあ車検紹介しましょうか。 RA6 なんとこの4ピースのリングを取っ替えちゃいました。ボディ同色ケースねのリングに、この辺なんかも透明にしておきましょう。明日見てみてください。でこれ両方2種類手前と奥で履き替えてるんで、こっち側のちょっと見づらくなっちゃってますけど、こっち側に同色リングが入ってる、こんな感じになっております。であとは今回こっちの脇かな、入口側のこっちのこの辺と、あとは向こうかなにモニターも設置します。で2022年作らせていただいた PV も、そこでずっと流すような形になりますんで、そこもチェックしてみてください。これがマジかっこいいっすよね。でも若干ミスった。スペーサーのね20-25かなんかで入れたんだけど、やりすぎじゃないスペーサー。いやだってウッチがバチバチにしろって言うから、調子に乗ってスペーサー入れたら3ミリぐらい出てちゃった。15でいいよって言ったのに。じゃあ測ったら、でもフロント17リア23ぐらいだったの。じゃあもうないから、じゃあ25入れようっつって、25入れたらリアに関しては3ミリぐらいはみ出るという。まあ、はい、ショーなんで、はい、若干違法改造車ですけど、かっこいい。これかっこいいね。かっこいい。のシュいやこれかっこいいマジで。やっぱこの流行りの白ホイール、そうね。チューナーに取り込むっていう。とりあえずそこでまっすぐでいいよ。これかっこいいっすね。ちょっとこれやったら乗りたいもん。これもう個人的にも乗りたいもん、これ、うん、これかっこいい。でも社長は最初フルラップしろって言ってたから、はい、わかりました、じゃあボディにラッピングしてもらいますって言ってたんだけど、ラッピングしてないの社長に言ってないの。いやかっこよくなれば OK だから。そうこれマジかっこいい。これは傑作だよ本当に。かっこいい。いや明日楽しみだな。SVJ はほぼ映ってないんで、ホイールは。はい、あとカウンタック、もうほとんど映ってないんで、はい。じゃあ明日公開っていうことに、はい、アナーキー自体でも世界初公開なわけでしょ、だからオートサロンで出るまでにまだ出さないでって。だから検索してもどこも引っかからないし、公式のにも載せてないんだよね。だからそれはぜひぜひ見てみてください。世界初公開というわけで、こんな感じでもうちょっとかかりそうなんで、頑張って設定したいと思います。さあというわけで設営が大体終わりました。まあ、あとはこの床のビニール剥がしたりだとか細かい調整だったりとかあるんですけども、おおよそこんな感じで明日展示させていただきますんで、たくさんのご来場お待ちしております。で僕の方は金土日3日間いますんで、お気軽にお声掛けください。というわけで SNS のフォローとボンドチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。To show the world that you
lie.